Okay, we're continuing on the missions. The side missions, that is. This should be here. We'll sort that out later. Got these two. Aiming high. Let's do aiming high. I'm hoping I can do three today. May not be likely, but we'll see. Mido sensei, どうしたん? Shido!ちょうどよかった。なんだ、また何か分解でもしたのか。もう違うってば。ミド先生のことで相談があるの。先生、少し前から様子が変で。なんだかずっと考え事してて、僕たちと話してても上の空？上の空。そう、上の空なんだ。少し前というのはいつのことだ。ほら、ミド先生の大事な船でシドを助けた時、ドレイクスパインから戻った時か。エンタープライズにも被害が出たようだからな。大事な船壊れちゃったの？だからミド先生は元気がないの？ミド先生にはいつもみたいに面白いものを作って笑っててほしい。ねえシド、先生のところに行ってきてよ。ミド先生を元気にしてあげて。わかった、俺が行くとしよう。少し話をしてみるよ。本当にありがとうシド。ミド先生はきっと工房にいるよ。あそこはミドのダンジョンだよ。ああ、待っていてくれ。ミド、少し話が。なるほど、こうすればよかったのか。だとしたらミスリル機関を改良すれば。もしかしてお前、隠れ家に戻ってからずっと船の改良のことを。当たり前だろ、今考えなくてどうすんの。まったく、子供たちが心配していたぞ。お前が落ち込んでるんじゃないかって。そこまで没頭するのは相当のことだろう。俺にも教えてくれないか。エンタープライズはこれまでにない高速船だ。だけど所詮は船、速度には限度がある。もし飛空艇みたいに飛べたならドレイクスパインでももっと早くクライブの元に駆けつけられたはずだろう。今は船を飛ばす魔法なんてないし、大昔の連中に負けたみたいでなんだか悔しくてさ。でもこの設計がうまくいけばエンタープライズが化けるかもしれない。幼い時からぼんやりと思ってたけど、そろそろ真面目に取り組んでみるよ。まずは実験からだな。俺に何かできることは。さすがクライブ、持つべきものは頼れる頭だ。だったら一緒に実験用の模型を作ってくれる？私が設計をしている間に材料を集めてきて。そうだね、材料の一つは組み立て用の潤滑油。以前オールドヒルで使ってたような造船用のものがいい。もう一つは模型の基柱に使う軽くて丈夫な魔物の骨なんだけど、こっちは当てがないな。それなら石の剣の連中に聞いてみよう。彼らはよく獣や魔物と戦っているからな。そうしてくれると助かる。それじゃあクライブ、材料集めは頼んだよ。よし、まずはサロンへ行って石の剣の誰かに聞いてみるか。ミドがいる間に次は何を作るか決めよう。そうね。
シド、我々に何かご用で。ああ、力を貸してほしい。ミドの頼みで軽くて丈夫な魔物の骨を探している。心当たりがあれば教えてくれ。そうですね、骨というわけではないですが、デザートアダマンタスの甲羅なんていかがでしょう。甲羅は骨の一部ですし、何より軽くて丈夫、加工次第で十分にお役に立てるかと。なるほど、それなら要件を満たしてるか。デザートアダマンタスといったな、生息地はどこだ。コラバ牧地のウルドビツハイソン付近で目撃されています。ただかなり手強い魔物ですから、少々苦労するかもしれません。分かった、心に留めておく。ありがとう。Get the oil first. ミドが言っていたのはこれか。辺りをもう少し探してみよう。これでよし。威力で倒す。デザートアダマンタスが出るのは確かこの辺り、ウルドビザハイソン付近と言っていたはずだが。ありがとう、アンブロシア。あいつがそうか。取る。
部。これで全て揃った。ミドのところへ戻ろう。何か用かい？見ていきな。持ってきな。いい選択だ。あれを見てると胸がざわざわしてくる。ミド、頼まれていた材料を持ってきたぞ。これだ。ありがとう、クライブ。それで飛空艇の模型は作れそうか？実は設計していて、部品が一つ足りないことに気づいてさ。今度は何だ？小さな歯車がいるんだよ。えらく細かい作りのやつが。ブラックスオンじいちゃんに特注で作ってもらってたのに、どっかになくしちゃったみたいだ。歯車？そういえばシャーリーの天秤を直した時に使い道のない歯車があったような。ミド、歯車には心当たりがある。子供たちが持っているかもしれない。おチビたちが持ってるの？捨ててないことを祈るしかないな。私は模型作りを進めとくから、そっちは頼んだぞ、クライブ。ミドがいる間に次は何を作るか決めよう。そうね、かく…シド、先生の様子はどうだった？大丈夫、いつものミドだったよ。今はもう新しい発明をしている。本当に？よかった。新しい発明だなんて、やっぱりミド先生はすごいね。僕たちも何かの役に立てるかな。ああ、そのつもりでやってきた。お前たちに歯車を探してもらいたい。前に天秤を戻した時、歯車が余ったのを思い出してな。あれはどこへやった？それなら、ジョスランがガラクタ袋にしまってた。うん、ちょっと待ってて、すぐに取ってくる。あれから僕たち、シドに教えてもらった通りにいろんな道具のことを勉強してるんだよ。
いつかミド先生の発明が手伝えるようにってみんなで頑張ってるんだ。そうか、立派な貴公子になる日も近そうだねえ。シド、歯車があったよ。僕たち役に立てた？もちろんだと思う。ミドにはきちんと伝えておくよ。うん、よろしくね、シド。クライブ、歯車は見つかった？ああ、子供たちが大事に取っておいてくれた。それで合ってるか？よかった、これだよ。でかしたぞ、おちびたち。結局そいつは何に使うんだ？エンタープライズが化けるための肝さ。こいつを基軸にして全ての羽を動かすんだ。さて、組むぞ。よし、できた。うまくいってくれ。やっぱ飛ばない。何、飛ばす気だったのか？ミスリル機関の応用さ。推進翼の見直しか。なかなか設計通りってわけにはいかないね。飛空艇を作るのが夢でさ。ミスリル機関はその夢の鍵なんだよ。でもそれと同時に災いの鍵でもある。これが公になれば必ず戦に使われちまう。そうなれば戦で親を亡くす子がたくさん生まれるんだ。私みたいに。ミド、だからずっと迷ってる。戦いが終わった時、ミスリル機関を残すかどうか。そうだな。エンタープライズはすごい速さで海上を滑るように走るだろう。それが空を飛んでみろ。ほら、想像するだけで胸が高鳴る。父さんは私に教えてくれた。夢がなきゃ人は生きていけないって。そうだね、悪いことばかりじゃないか。きっとそうだよ。ミスリル機関は誰かの夢になって幸せを運ぶかもしれない。決めた。全部終わったらミスリル機関をゼメキスの大穴に沈めることにする。やっぱり災いの鍵は残しておいちゃいけないものだから。ミド、それでいいのか？ああ、もちろん。だってこの世界にあっていいのは夢の鍵だけ。ねえクライブ、宝探しは好きかい？ああ、ジョシュアと子供の頃よくやったが。私、宝の地図を残すよ。お人よしにしか解けないような謎をかけて。あんたみたいなやつならきっとミスリル機関を夢のためだけに使ってくれるだろう。こんなワクワクは久しぶりだ。謎解きに苦しむ奴らを眺めるためにも早く神様ぶっ飛ばさないと。
クライブ。任せろ。みんながワクワクして宝探しできるようにもっとミスリル機関を強化しなきゃ。それこそ沈める前に飛んじゃうくらいにね。だからさクライブ、希望にすがるこんな世界じゃない、小さくても夢を持てる世界を作ってくれよ。私も協力するからさ。ああ分かってる。Okay, next one is aiming high. Carrera のことは、シド、今お話をしても、ああ、構わない。私はヘルマンと言います。先日、石の剣に入隊したものです。どうか私に灰の大陸への渡航を認めていただけないでしょうか。灰の大陸は危険だ。石の剣といえど隊長以外に渡航許可は出せないはず。なぜあの地へ。実は手に入れたいものがあるんです。私はかつてウォールド王国にあるバートバッハ孤児院にいました。しかし孤児院というのは建前、あそこはベアラーの子供たちを兵士として鍛える養成所だったんです。痛みに耐える折檻や感情をなくすための訓練、兵士となる前に大勢の子供たちが命を落としました。そうだったのか。死んでいった尊い仲間たち、私は彼らがこの世界に生きていたこと、一人一人の名を覚えておきたいのです。そのためには孤児院のどこかにあるはずのベアラーたちの名簿がどうしても必要で。シド、お願いです。私を灰の大陸へ行かせてもらえませんか。理由は分かった。だが石の剣の規則はオットーが定めたものだ。この場で渡航許可の例外を認めるつもりはない。そうですか。やはり無理ですよね。代わりに俺が行くことならできる。ベアラーたちの名簿を探してみよう。本当ですか。ああ任せておけ。ありがとうございますシド。バートバッハ孤児院と言ったな。それはどこにある。はい、ビザールグレス平原の丘の上にひっそりと立っています。そうか、では待っていろ。どうかお気をつけて。Sorry, that was Lit in the Air, it's not. Aiming High was the other one. My bad. Okay. Let's go find this. Tamamdır. Huh!
ここが孤児院、名簿が見つかればいいが。ここの院長が書いたものか、記録というのが気になるな。白樹とやらを探してみよう。三方へと天に伸びた白樹、これか。なんとも不気味な木だな。根元に何かありそうだ。少し掘ってみるか。ベアラー管理記録とあるが、これはベアラーの名簿。くそ、こんなに多くの子供たちが犠牲に。しかし院長の筆録に死体を埋めさせるとあったが、そんな形跡は。ここにもアカシアどもが。すぐに終わらせる。おお、隠れ家に戻ろう。この名簿をヘルマンに渡さないと。今は呼ばない方がいいな。
やあクライブ、さあ見ていきな。他に売りたいものはないかい？これで少しは懐が潤うだろう。他に売りたいものはないかい？持ってきな。もういいのかい？ Just to check the sword, this is the most expensive. 一仕事してやろう。何を作る？またな。Okay. 空は晴れないし、妙なものが浮き始めて。大丈夫よ。あれを見てると胸がざわざわしてくる。ご無事のお戻り何よりです、シド。それで、ベアラーたちの名簿は見つかりましたか？ああ、それらしいものがない。拝見します。これは。そうでしたか。院長の筆録に。だが白樹の下にはそのベアラーの管理記録しかなかった。あるはずの院長の死体も、生き残ったであろう子供たちも、それからどうなったかはわからない。そうですか。シドに持ち帰っていただいた管理記録、ここに記されているベアラーの名は確かに昔共に暮らした仲間たちのものです。ハンス、ロタール、みんな孤児院での生活がまるで昨日のことのように思えます。仲良くなった子がいても気づけばいなくなってる。毎日誰かが命を落とすようなところでした。よく生き抜いたな、ヘルマン。私のこの命もみんなの犠牲の上に成り立ってると思うと。お前の命のために仲間が犠牲になったわけじゃない。仲間を思う心がある限り、彼らはきっとお前の命と共にある。はい、私は死んでいった仲間たちのこと、この悲劇を書き残そうと思います。あんなことが二度と起こらないように、亡くなっていった仲間たちが少しでも報われるために、そして生き残ったかもしれない子供たちが今もどこかで元気にしてると信じて。ああ、しっかりな。ありがとうございました、シド。協力していただいて感謝しています。シドにお外の話聞きに行かない？ダメだよ、シドはまた出かけるんだって。じゃあ帰ってきたから。
カローンや各地にいる協力者たちのおかげで。気になるな。裏デッキに行ってみよう。トルガル、カローンが心配してたぞ。何を見ているんだ？そういえば、この足の飾りはいつから？シドがつけたんだよ。初めて隠れ家に連れ帰った時にね。シドが？この子が来たばかりの頃は自分の前足を噛む癖があったんだ。見かねたシドがそいつを無理やりはめたのさ。トルガル、どうして？語り部によれば、マロってのは一度主を定めるとそばを離れたがらないものらしい。あんたと離れてしまったことに心が耐えきれなかったのかもしれないよ。外してほしけりゃてめえで探し物を見つけてみろってよくシドがトルガルをからかってたもんだけど、まさか本当に見つけてくるとはね。そうだったのか。すまなかったな、トルガル。よし、そいつを外してやろう。おや、存外気に入ってるみたいだ。そうか、これはお前にとってシドの形見でもあるんだな。なんだ、外へ行きたいのか？やっぱりどこかに行きたがってたんだね。私の思った通りさ。俺なんかよりずっとトルガルを分かってる。そりゃそうだろう。この隠れ家で一番面倒を見てるのは私なんだから。カロン、ありがとう。いつもトルガルを気にかけてくれて。この子はおしゃべりじゃないから気が楽なだけだ。ほら、さっさと行ってやんな。たまにはトルガルに付き合ってやるとするか。カローンや各地にいる協力者たちのおかげで。それでトルガル、どこへ行きたいんだ？困ったな。それじゃわからないよ。トルガルの行きたいところ、お前が裏デッキで見てたのはロザリアの方角だったな。そうだ、久しぶりにあそこへ行ってみるか。俺たちの秘密の場所、ロザリス城が見えるあの離れ小島に。よし、決まりだ。なら、まずはポートイゾルデに向かおう。近くの桟橋で船を借りなければ。
さて、この小舟を借りるとしよう。トルガル、島に渡るぞ。昔は抱えて乗れたが、今のお前じゃ船がひっくり返りそうだな。冗談だよ。僕はここで待ってるよ。トルガルとゆっくりしてきて。ああ、少し待っていてくれ。行こう、トルガル。秘密の場所があるのは島の中央だ。この道をお前とよく競争したな。鳥の巣か。ここは俺たちの秘密の場所だったな。ここにいる間だけは解放されたよ。立場、力、責任、ただの子供でいられた。あんな姿を見せていたのはお前だけだ。トルガル、もしかして城から？フェニックスゲートも。これをお前だけで。それは俺の。まさか。ずっと探してくれてたのか、俺を。ありがとう、トルガル。クライブ・ロズフィールドを忘れずにいてくれて。こいつは持っていこう。思い出を忘れないように。この先からロザリス城が見えたはず。そうだな、あの丘に寄って帰ろう。この先だ。トルガル、
お前は俺たちの思い出を守ってくれてた。だから今度は俺がお前の、いや、みんなのこれからを守る番だ。さあ帰ろう、俺たちの家に。待たせたな。行くとしよう。Okay, next one on the list.珍しいな、彼女からの頼みとは。ビビアン、手紙を読んだぞ。書物探しを引き受けよう。実にありがたいことだが、こうも簡単に君が受けてくれるとは。いつも頼み事をしてばかりだからな。たまにはお前のも聞いてやるさ。君の行為に感謝しておこう。だが、あの書物を探すのは一筋縄ではいくまい。世に数冊しか出回っておらず、そのすべてのありかが分かっていないのだから。語り部からも諦めるよう勧められたよ。とはいえ、書物となれば一番詳しいのは彼だ。俺からもハルポクラテスに話を聞いてみよう。無茶であることは承知の上で頼む。クライブ、どうか手に入れてほしい。外観の処刑、私が学者を志すきっかけとなった金賞。おや、クライブ、どうかしたのかね。あんたに聞きたいことがある。外観の処刑という書物のことなんだが。はは、お主の口からその名を聞けるとは。赤先生といい、珍しい書物を好む。一体どこでそれを。ビビアンからだ。手に入れてほしいと頼まれた。赤先生も諦めがつかなかったか。あの書物はもう世には残っていない。執行者によって処分されただろう。執行者。偉大なる知識や伝承、それらの記された書物を禁書と定め、その回収を責務とする集団と聞く。特に九段の外観の処刑には
ベアラーに関する真実が書かれているという。歴史を覆しかねないほどの代物ゆえに、この書物もまた禁書となった。目にしたことすらないわしに真偽は分からんがね。そんな奴らが、すでに数多の書物が彼らの手の中、どこか想像もつかぬ場所に封印されたか、はたまた塔に焼かれてしまったか。ではビビアンから書物を奪ったのは執行者に違いない。奴らはなぜそんなことを。さて、何せその実態は曖昧模糊としておるからの。分かっているのは執行者という号だけだ。安易に受けたはいいが、こいつは前途多難だな。こうなったら一縷の望みにかけて大陸中の書物を調べてみるか。大陸、そうか、灰の大陸なら、あるいは執行者の話を聞くのはこの風の大陸のみ。灰の大陸は未だ手つかずかもしれん。クライブ、ガルニックという村へ向かえ。古い知人の家がある。記書の収集家でな、昔自慢していたのを思い出したよ。戦で死んだ後も家はそのままだったはずだ。とすれば、そこにあるのが外観の処刑の最後の一冊だ。彼は書物を通じて知識を広めることを生きがいとしていた。蔵書の一つが役に立つとしたら、きっと喜ぶだろう。ありがとう、ハルポクラテス。早速向かってみるよ。Okay, because we go into Wallaweed a few times. We'll do two things at once. We'll slay a monster and finish this slime mission. But I have to go to Huntboard, so let's see.May not even be actually in the Oh, it is. Okay. I've seen it actually. Probably this one. Such a big monster. It's very likely it is. Ah!
さすがの大物だったな。I actually nearly died. ここがガルニック。とにかく外観の処刑を探してみよう。書物まであるのか。これだ。よかった。残っていたか。この内容が真実なら。こんなところで先客に出くわすとは。まさかとは思うが、金書を持ち出そうなどと考えてはいないかね。金書？貴様、執行者か？おお、我々を知っておいでとは。ならば話が早い。貴様が持ち出した金書を速やかにこちらへ渡せ。これをどうするつもりだ？さて、私個人が決めることではないが、いずれにせよそれに記された全てが永遠に葬り去られる。ならできない相談だな。これをご所望する方がいるのでね。やれやれ、仕方ない。残念だが力ずくでいただくことにしよう。随分と手荒なことだ。
見事な腕前だ。貴様から奪うのは難しそうだな。なぜこの書物を狙う？外観の処刑、それは人の嫉妬と強欲の記録だ。持たざる者たる人が持てる者たるベアラーを数を頼みに虐げ陥れた恥辱の歴史。貴様はその記録が正しいと思うか？さあな。慎重すぎるな。剣の才に比べいささか凡庸な答えだ。まあいい。歴史の解釈に正しさは存在しない。事実の羅列にどんな意味を与えるかの問題でしかない。故に人の数だけ正しさがあるのだ。貴様が正しいと断じれば貴様にとっては正しくなるように。目的は何だ？我々執行者は人の守護者。人を害する知識や伝承をこの世から葬り去るが務め。それだけのことだ。今回は貴様に譲るとしよう。世界は狭い。またどこかで会うことがあるかもしれん。ではな。待て。消えた。ひとまず隠れ家へ戻ろう。ビビアンに届けなければ。しっかり支度しな。さあ見ていきな。ちょうどいただくよ。いい選択だ。もういいのかい？あれを見てるとは胸がざわざわしてくる。ビビアン、お前が欲しがっていたものだ。これはまさか本当に？ありがとうクライブ。実を言えば半ば諦めていた。全て執行者に処分されたとばかり。奴らとは書物を手に入れた時に勝ち合ったが、どうやら今回は譲ってくれるらしい。執行者は言っていた。人の数だけ正しさがあるのだと。たとえ真実でなかったとしても正しさになりうるだろうか。そうだ。だからこそ決して誰かの正しさだけで世界を覆ってはならない。それはいつしか必ず価値観の歪曲と思考の拘束を生み出すことになる。ベアラーの歴史なぞその最たるものだよ。そういえばこの書物はお前が学者を志したきっかけらしいな。そのことか。これの著者は異端者だったのだ。万国一致で処刑されるほどのね。異端であることは時に物事の真理に近づく方策となる。孤独を代価として枠の外に立ち世界をつぶさに観察するということだからな。この書物は人の輪の外にいた私に教えてくれた。私は人を観察する機会を与えられているのだと。それこそが私が世界に関わることのできるたった一つの方法なのだと。今でもお前は人の輪の外にいるのか？この隠れ家に来てからというもの、どうにも頭の冴えが鈍った気がするよ。いささか
人の輪に近づきすぎたのかもしれん。ならばその輪の中から観察するのも悪くない。そう思うようになった。案外居心地のいいものだとね。だからこの世界を守ってくれ、クライブ・ロズフィールド。そのためならビビアン・ナインテールズはこの地のすべてをお前に捧げよう。ああ、必ず。Okay, there's a... Oh, there's another quest. Oh, I'm gonna check this. I think it's pretty much the same. 調子はどうだい？さあ、見てくれ。よろしく頼むぜ。支度はできてるか？何を作る？じゃあな。空は晴れないし、妙なものが浮き始めて。よう、クライブ。何を作る？また来いよ。Okay, so I am missing one. It's... Okay. I get it now. I actually have missed one monster. I will miss one. This is in fact an outside one. This is an outside mission, which I will look into a bit later. In the meantime, oh, there's actually another one.
ジョシアの言う通りだな。相談してみるか。手紙を読んだよ、ジョシア。そのことで相談に来た。確かにここしばらくジルは気を張っているように見える。そうなんだ、心配なくらいにね。一息つかせてやれればいいんだが。でも彼女にそう言ったところですぐにはぐらかしちゃうだろ。だから多少強引にでも息抜きをさせた方がいいんじゃないかと思ってさ。何かいい案があればいいけど。息抜きか。そういえば子供の頃ジルを元気づけようとして外に連れ出したことがあった。あの時は彼女に綺麗な花を見せたくてマヌエの丘に行こうとしたんだ。父上の寮内視察に同行した時だね。初めてみんなで遠征した日だったから覚えてるよ。雪月花を見に行ったんだっけ。二人がいなくなって結構な騒ぎになったんだ。ちょうど花が咲く時期だったからな。結局あの日は季節外れの嵐でそれどころじゃなかったが、後でマードック将軍にこっぴどく叱られて、俺にとっては苦い思い出さ。ねえ兄さん、もう一度挑戦するのはどう？ジルも喜ぶんじゃないかな。なるほど、いい考えかもしれない。だが、うん、今のロザリア南部は荒れてるからね。変わらずに雪月花が咲いているかどうか。ジルを連れて行く前に一度様子を見てくるか。なら僕も一緒に行くよ。支度したらすぐにでも出よう。ここで間違いないはずだが。残念だけど全部枯れてるみたいだ。北が黒の一帯に沈んでからというもの、この辺りも随分と様変わりした。兄さん、他を探そう。ここの雪月花がダメでもまだ咲いているところがあるかもしれない。ああ、そうだな。植物園の連中なら知ってそうだ。隠れ家に戻って話を聞いてみるか。それがいい。僕も心当たりを調べてみるよ。わかった。それじゃあ一旦引き上げよう。植物園の連中に話を聞いてみよう。あれを見てると胸がざわざわしてくる。カローンや各地にいる協力者たち、物資が届いてよかったぜ。
一度、何かご用ですか？雪月花という花のことで聞きたいことがあってな。ロザリア南部以外にあの花が咲いていそうな場所を知らないか？雪月花というと比較的風の強いところに生息する花ですね。ザンブレクのマクルデュロワ丘陵であればもしかしたら咲いているかもしれません。あの辺りはロザリア南部に植生が似ていますし、海沿いは黒の一帯の影響も少ないですから。ありがとう、探してみるよ。兄さん、何か分かったのかい？ああ、マクルデュロワ丘陵に咲いているかもしれないと。確かあそこはノースリーチを抜けた先、ヨーテの記録とも合致するよ。彼女は旅の記録をつけていたからね。見覚えがないか聞いてみたんだ。そうしたらノースリーチ近くの海沿いで雪月花らしき花を見かけたと。よし、早速行ってみよう。軍はマルシェまでは守ってくれなさそうね。俺たち商人から稼ぎを奪うって本当か？フィリップのやつはどうしたんだ？見慣れないように。オリフレム校は町の人を守る。自分の暮らしは自分。皆さんはお父様？いいえ、オリフレム校に。フィリップは軍を抜けたらしいな。鎧も変えてまるで傭兵。巡回が終わったのか。例の魔物の様子は？今のところ町に近づく気配はないようだ。力を借りるぞ。行け。いるとすればこの辺りと思う。ヨーテが見た海沿いを渡ってみよう。落ち着いて。兄さん、あの花。間違いない。だがまずはこいつらを片付けるんだ。今だ。ホル、今だ。トルガ、そこか。遅い。トルガ、トルガ、行け。トルガ、行け。トルガ、どうした？今度はこいつか。調子よ。ああ、行くよ、兄さん。そこか。遅い。
やっと片付いたな。見ろ、雪月花だ。やっとジルに見せてあげられるね。そうだな、ジルを迎えに隠れ家に戻ろう。僕の仕事はここまで。あとは兄さんに任せるよ。今日は嵐もない。今度こそゆっくりと花を見られるはずさ。ジル、ちょっといいか。君に見せたいものがあるんだ。構わないけど、急にどうしたの？たまには俺らしくないことをするのもいいかと思ってな。案内するよ。ついてきてくれ。月下がこんなに。見せたいものってこれだったのね。クライブ、ありがとう。近頃気を張っていただろう。息抜きにでもなればと思ってな。ジョシアも気にしていた。ジル、マヌエの丘のことを覚えてるか？ええ、もちろん。あの頃、いつも泣いていた私を見て、クライブが言ってくれたの。泣かないで、花を見に行こうって。嵐に会って、花は見られなかったけど、連れ出してくれたことが、本当に嬉しかった。泣いてる君に、気ばかり焦ってたよ。雪月花が咲くところを見て、元気になって欲しかったんだ。私がロザリアにやってきてからも、北部が揉めているって噂は耳にしていた。代行派につくか、貴族派につくか、私をどちらに嫁がせるのが得なのかって。自分がいさかいの原因だってことくらい、幼い私でも分かったわ。それ以上に、私自身のことは誰も見ていない。そう気づいたら、悲しくて苦しくて逃げ出したかった。ジル。でもあの日、あなたが来てくれた。あなただけは私を見て、嵐の中でも手を引いてくれた。それだけで私は十分すぎるほど救われたの。それに、あのね、
クライブ、あの日の思い出には続きがあるのよ。続き？どんな？次の日の朝、嵐の夜を越えて花が咲いた。まっすぐ上にお日様に向かって、その時分かったの。私が下を向かずにいられるのはあなたがそばにいるからだって。私はあなたのことが好きなんだって、クライブ。いつもそばにいてくれてありがとう。すべて片付いたら何がしたい、ジル？そうね。旅をしましょう。バリスゼアの外に出て、広い世界で自分にできることを一つ一つ確かめていく。そんな生き方を私はしてみたい。ああ、きっとできるさ。そのために俺たちは戦うんだ。私にできることなんてこんなものだけど。俺には真似できないよ。ありがとう、クライブ。ここへ来てよかった、本当に。大好きよ、クライブ。私の宝物。名残惜しいけど、そろそろ戻らなきゃ。そうだな。俺たちにはまだやるべきことが残ってる。ええ、行きましょう、クライブ。Not a last letter.
ハルポクラテスから頼み事とは珍しい。書庫に行ってみよう。ハルポクラテス、あんたからもらった手紙のことだが。ほほう、あの件か。よく訪ねてきてくれた。ディオン・ルサージの名が書かれていた。彼と面識があったのか。ああ、わしはかつて殿下の教育係をしていたことがある。隠れ家に来るずっと前のこと。歴史学者として一時ザンブルクの宮廷に身を寄せていたのだ。その間、殿下に学問を教えしていた。歴史に基づく宗教、商業、祭りごと、わしに教えられることは全て伝えてきた。しかし、殿下が青龍騎士団を率いられるようになると、次第に座学に来られなくなってな。ここでお見かけしたときは驚いたよ。声はかけたのか。いや、話す機会を捉え損ねておる。殿下を拝見するときはいつも思い詰めたご様子で、とてもお声がけできる雰囲気ではないからの。あの方はご自身が引き起こした災禍の責を一身に背負うおつもりではないか。確かに彼は何か思い詰めてるように見える。だがどうしてあんたがそこまで気に病む必要が。あの時わしはディオン殿下がどれほどの重圧と孤独を抱いていたか知っていた。にもかかわらず慰めの言葉一つおかけすることができなかった。きっとあの方は一人で耐えておられたのだろう。わしが殿下の理解者になっていれば、災禍を引き起こした原因の一端はきっとわしにもあるのだよ、クライブ。ハルポクラテス、それであんたの望みとは。飛竜草の花、それも野生に咲く花を取ってきてほしい。あれが咲かせる花は見る者の心を和ませるという。殿下にお見せすれば少しは気が安らぐのではないかと思ってな。わかった、力を貸そう。詳しく教えてほしい。お主も知っての通り、本来飛竜草とは白い花を咲かせるもの。一方である過酷な大地で育った飛竜草は美しい薄紫の花をつけるそうだ。その要件を満たすのはウォールードのリクマル湿地。飛竜草の好む滝の周辺に自生していると思われる。危険な地へ赴かせるのは忍びないが、野生の飛竜草を探してもらえんだろうか。気にするな、少し待っていてくれ。ありがとう、クライブ。どうか頼んだよ。Okay.
ここもエーテルだまりになったか。野生の飛竜草が自生しているのはこの辺りだったな。紫の花、これに違いないだろう。ハルポクラテス、野生の飛竜草を見つけてきたぞ。本当かね。ああ、見てくれ。おお、これだ。間違いない。ありがとう、クライブ。あんたが直接ディオン・ルサージュに渡すといい。いや、だが待っていてくれ。彼を呼んでくる。ディオン・ルサージュ、話がある。出発するのか。いや、その前に書庫まで来てほしい。ハルポクラテスがあなたに見せたいものがあるそうだ。先生が？今さらどんな顔をして言葉を交わせばよい。要は恩師に顔向けできぬ罪を犯した。婿の民を殺めるという大罪をな。すべては世の弱さが招いたこと。もちろん食材の覚悟はとうにできている。しかしあの方と昔のように言葉を交わせばそれすら揺らいでしまいそうな気がするのだ。だったらなおのこと彼と話すべきだろう。その覚悟があるのならばきっと受け入れてくれる。分かった。感謝だけでも伝えねばな。イフリート、
先生の元へ案内してくれ。ああ、行こう。今までお声掛けすらできずにお許しくださるだろうか。大丈夫さ。ご無沙汰しておりました先生。これまで不義理を働いたことをどうかお許しください。本日は未熟な私を一時でも導いてくださったことにお礼を申し上げたくて参りました。遅ればせながら先生に心よりの感謝。どうぞお顔を上げてください。そのような姿、あなたには不似合いだ。生きて言葉を交わせた、それだけで十分です。殿下、お見せしたいものがあります。それは、飛竜槍ですか？だが、珍しい色だ。これは野生の飛竜槍。飛竜槍は厳しい環境に置かれた時、稀有な色の花を咲かせます。その根に猛毒を持つとは思えぬほど美しい花を咲き誇らせるのです。殿下、あなたはこの花と同じ。これまでの全てが今のあなたを咲かせている。誰が責めさいなもうと。どうぞあなただけはご自身を誇られますよう。再会の記念に殿下にお渡しできればと。ハルポクラテス先生、ぶしつけなお願いをしても、この花をしばらくお守りいただけませんか。すべて終えた時には必ず。お待ちしております、殿下。命の続く限り、いつまでも。生きた証を残したいなど少し感傷が過ぎたか。恩師に引き合わせてくれた礼だ。取っておいてくれ。恩に着るよ。ありがとう、クライブ。お主のおかげで殿下と再び言葉を交わすことができた。殿下が無事に戻られるまで、わしはここであの飛竜槍を大事に育てるとしよう。隠れ家の土が合うといいが。もともと
過酷な大地で育っていたのだ。きっと大丈夫。さて、お主に慰霊をしなければ。これを受け取ってくれないか。こいつは…あは、ストラスの羽ペンだ。長く生きたストラスの羽には、良き詩文が宿るという。わしがずっと使い続けてきたものだが、だからこそ、お主に託したい。クライブ、心から祈っているよ。お主が剣ではなく、ペンを取る日が来ることを。この戦いが終われば、それも夢じゃなくなる。ありがとう、ハルポクラテス。大切に使わせてもらう。Okay, it's over there somewhere. Alright. I think I'm gonna guess this one. Yeah, I usually look this up, but I reckon. Oops. I reckon I can guess this.行くぞ。ここまでだな。
取る。そこか。気配は消えた。何か用かい？いい品が揃ってるよ。ちょうどいただくよ。持ってきな。もういいのかい？お帰りなさい。支援品の確認ですね。はい、どうぞ。また来てくださいね。
It's all the way up here. この町を軍の拠点に。国のためとはいえやりすぎよ。俺たち商人から稼ぎを奪うって本当か？フィリップのやつはどうしたんだ？見慣れない鎧を着てたのか。一緒に町を守って。君だけが頼りなんだ。だが、そうなんだ。クライブ、少しいいかしら？どうした？青く光る魔物の出現に備えて、フィリップたちが周辺を警備してるんだけど、夜の帳や町の住民に協力してもらっても人手が足らなくてね。でも今の町の状況では兵士たちを頼れないでしょ。そこであなたの力を借りたくて。ノースリーチの警備を手伝ってくれないかしら？ああ、いいだろう。ありがとう、助かるわ。クライブがいてくれてよかった。警備のことは。マダム・イサベルはいらっしゃる？私がイサベルよ。お嬢さん、あなたは？サビーヌと申します。町を騒がせている賢人の娘の方が伝わるかしら。今日はあなたにお願いがあってきました。オリフレム校の娘さんが私に？クライブ、さっきの話は。後でいい、続けてくれ。サビーヌさん、詳しく聞かせてもらえるかしら？私は父の民をないがしろにする横暴なやり方にずっと反対しています。マダム・イサベル、あなたも父と話し合いを続けていると聞きました。ですが、たやすく意思を曲げる方ではありません。一人で立ち向かっても無駄なのです。それじゃあ、お願いというのは？ええ、私に協力していただきたくて。私たちが力を合わせれば、この町から父を追放することもできるはず。穏やかじゃないわね。父の考えは、国あってこその民というもの。国のためなら、民は犠牲になっても構わないと。このままでは、皆さんの財産は徴収され、ザンブレクを再建するのに使われるでしょう。そのような横暴はあってはならない。父は間違っていると思いませんか？昔からそうでした。民だけではなく、私のことだってあなたも不満に思っているのでしょ。今こそ徹底的に抗う時なのです。ダメよ。抗うだけだと争いにつながる。私たちがやらなければならないのは、手を取り合ってこの町の危機を乗り切ること。時間がかかっても説得しましょう。わかりました。マダム・イサベル、あなたのことはもう頼りにできません。私は私で動くことにしますから。それでは失礼します。面倒なことになったな。あんな態度で迫ってもオリフレム校の反感を買うだけでしょうに。それに彼女、何よりも父親への反抗心が見えるもの。まるでただの親子喧嘩。確かに。ごめんなさい、話の途中だったわね。周辺の警備のことはフィリップが取りまとめているわ。マルシェにいると思うから、彼に話を聞いてみてもらえるかしら？わかった。よろしく、クライブ。一緒に町を守って。君だけが頼りなんだ。だが、フィリップのやつはどうしたんだ？見慣れない鎧を着てたが。この町で好き勝手されたら、マダムだって黙っちゃいないだろ。皆さんに力を。だからお願いです。父を追放するために力を貸していただけませんか？落ち着いてくれ、お嬢さん。
今はそれどころじゃないんだ。危険な魔物が町を襲うかもしれない。なんとかしなきゃいけないんだよ。なんとかすべきなのは父の方でしょう。もう結構です。他の方を当たりますから。それでは失礼します。彼女に捕まってたのか。ああ、人の話を聞こうともしない。あれじゃ、オリフレム校と一緒だぜ。さっきイサベルのところにも来ていてな。父親と喧嘩をしたくて仕方ないようだ。マダムにも迷惑を。そんな場合じゃないってのに。それでクライブ、何か用か。イサベルから警備を手伝うよう頼まれた。そいつはありがたい。人手が足りなくて困ってたんだよ。それにちょうど例の魔物を目撃したと知らせが入ってきたところでな。奴らが現れたのか。それも何箇所かで一度にだ。クライブ、早速で悪いがそのうちの一つを見に行ってほしい。いいだろう。どこに行けば。グエリゴールの涙の湖畔だ。よし、すぐに向かう。ありがとうクライブ。俺は別の場所を見てくる。また後でな。倒したか。おい、クライブ、そっちはどうだった。お前から聞いた通りだ。ひとまず片付けておいた。そうか、助かったよ。しかし以前はオリフレム方面だけでこの辺りでは目撃されてなかったんだが、奴らが増えてきたってことならまた向こうに現れてるかもしれない。
確認した方がいいだろう。そうだな。今から見てくる。クライブ、あんたは町に戻ってくれ。少し厄介なことになりそうなんだ。何かあったのか。オリフレム校の娘さんが住民たちをけしかけてな。みんなも乗せられちまって睨み合いになっちまってる。まったくこんな時に。分かった、行ってみよう。フィリップ、お前も気をつけろ。ああ、状況を確認したら俺も町に戻るよ。それじゃな。それは違います。ノースリーチの人々を追い出すなんてとても許されることでは。聞きなさい、サビーヌ。民とは国あってのものだ。国という剣と鎧があってこそ人々は安心した暮らしを享受できる。その国が失われた。剣なくしてどう戦う、鎧なくしてその身をどう守る。我が身一つで生きていくことができるのか。だがまだわしがいる、兵もいる、町もある。ザンブレクはよみがえるよ。唯一神グエリゴールもきっとそれを見守ってくださろう。おっしゃることはわかります。だからこそこの今、国というこだわりを考え直すべきでしょう。二人ともいい加減にしてちょうだい。親子喧嘩ならよそでやって。今この町は青く光る魔物の脅威にさらされてる。みんなで力を合わせて立ち向かわなくてはならないの。祭りごとに口を出すな。サビーヌを垂らし込んだのも貴様か。娘をどうするつもりだ。どうもしない。お嬢さんはあなたと話したいだけ。自分の娘の言葉ぐらい聞きなさいな。あなたも父親への反抗でこんなことをしているならやめなさい。ノースリーチを巻き込まないで。ツインサイドの知れ者カルラ、貴様の調べはついている。ベアラーと駆け落ちまでしたイカれた女め。やきもちかしら。彼と愛し合うことができて本当に幸せだったわ。クライブ、オリフレム方面はやはり魔物だらけだ。しかも相当だぜ。兵の再編もまだ終わっておらんのに。一旦ノルバーントレデまで引いて体勢を整える。何をしておる、早くせぬか。戦う時が来たわよ、みんな。このノースリーチの町を、家族を、友人を、愛する人を守りましょう。さあ、手を取り合って。やるぞ。おい、お前ら、マダムを待たせるな。以前決めた配置だ。町を守るぞ。ほら急げ。そんな、なぜあの女に。俺たちはみんな夜の女王を愛してるのさ。みんなに指示を出してきた。戦える者たちで手分けして町を防衛。奴らが現れたら、かっこ撃破に出る。ありがとう、フィリップ。
残りの住民には後方支援に当たってもらいましょう。怪我人が出たらすぐにここへ運ぶように。わかった、伝えておく。俺も力を貸す。あの魔物の勢力がどれほどなのかわからない。少しでも戦力があった方がいいだろう。フィリップ、壁の外側を警戒してくれ。湖畔に現れた以上あちらからも来るぞ。よし、腕利きの奴らを集めて警備隊を編成する。だがあんたは。俺は直接オリフレム方面に打って出よう。奴らとは戦い慣れてるからな。できるだけ数を減らしておく。頼もしいが無茶はするなよ、クライブ。二人とも気をつけてね。大丈夫だ、マダム。この町は必ず守るさ。ああ、俺たちに任せろ。ここにある武器をみんなに配るんだ。力を貸せ。よっ。かなりの数だ。すべて始末するぞ。取る。いや、いや、いや。違う。いや、取る。いや、違う。いや、うわ。やれ。はあ。取る。今度こそ終わりか。
この辺りの魔物は全て倒したようだ。町の様子が気になる。すぐに戻ろう。クライブ、無事だったか？ああ、大丈夫だ。オリフレム方面の魔物は片付けた。フィリップ、そっちは？ああ、怪我人は出ちまったが、壁の外側に現れた奴らは、なんとか倒したぜ。まずは一段落か。よかった。これで少しは落ち着くといいのだけれど、二人とも、本当にありがとう。手を取り合うか。私はこれまで民の上から国を見てきた。町を作り、法を作り、民を導いてきたつもりだった。いや、違うな。民は私が導くべきものだと思い込んでいた。そうしなければ民は決してまとまらないと。それがどうだ。こうして民が手を取り合う姿を間近で見ることになるとは。国などなくとも民は一つになれるではないか。あなたも町を守ろうとしたことに変わりはない。ただ国という存在にとらわれすぎて、私たちのことが見えてなかっただけ。その通りだ、サビーヌ。お前が正しかったな。お前の言う通り、第一に考えるべきは民だったのだ。すまなかった。いえ、私も間違っていました。お父様にとてもひどいことを。私は民のことを思ってお父様に意見しているつもりでした。でもただ自分の話を聞いてほしかっただけなのかもしれません。お前の思いに偽りはない。私がきちんと向き合っていれば。二人ともこの国への思いは同じなのよ。それは私やこの町の住民もそう。思いが同じなら進む道も同じにできるはず。だからこれからはみんなで手を取り合って助け合っていきましょう。ああ、そうするとも。ありがとう、オリフレム公。さて、怪我人をこのままにもしておけないわね。夜の帳で受け入れの支度をしないと。みんな、お先に失礼するわ。マダム・イサベル、強い方だ。この苦難の時代、民を導くのはまさに彼女のようなものなのだろう。ええ、私もあの方のようにみんなで手を取り合おうとしていれば。まだまだこれからだぜ、お嬢さん。マダムに言われただろう。これからみんなで助け合っていけばいい。あんたたちはもうこの町の住民なんだ。一緒にノースリーチを守っていこうぜ。フィリップ様。そうだな。私も心を改め、民と共に歩んでいこう。もう大丈夫だな。イサベルの様子を見に行ってみるか。大丈夫かい？なんとか町を守れたぜ。重傷の人は夜の帳に運び終えたわ。イサベル、怪我人の受け入れは進んでるか？何か手伝えることがあったら言ってくれ。ありがとう、
クライブ、もう大丈夫。そうか。あなたには何度も助けられたわね。あんたは町の分裂を恐れていたな。この町をそこまで思うのは何か理由が？長い話になるわよ。構わないさ、聞かせてくれるか。私は昔クリスタル自治領にいたの。あの頃の私は自治領でも名が知れててね、贔屓にしてくれる客も多かったわ。でもそんな日々にも終わりが訪れた。恋をしたのよ。それもベアラーの青年に。人とベアラー、許されない恋だった。私たちの関係が知られた時、彼はひどい罰を受けたわ。だから一緒に逃げ出した。行くあてなんてなかったけど、さまよい続けて死を覚悟した時、この町にたどり着いたの。夜の帳ではみんな優しく接してくれた。いつも温かい寝床と食事を与えてくれた。そして何より、愛する彼を看取る時間も。ここで亡くなったのか？ええ、体の石化でね。でも最後は二人で穏やかに過ごしたかった。ここの人たちはそれを叶えてくれたわ。それに彼が亡くなった後、私が何もできなくなっても支え続けてくれた。たくさん迷惑をかけたのに、困った時はお互い様だって。みんな笑顔でね。夜の帳で一番大切なのは手を取り合うことだって。だから私も同じようにしたいの、ノースリーチのみんなと。それが夜の帳への恩返しだと思うから。ありがとう、イサベル。話してくれて。やっぱりあなたと彼はよく似てるわ。あなたは彼のような人のために戦い続けている。それはあなたにしかできないことよ。ありがとう、クライブ。今回のことでノースリーチは本当の意味で一つになれるかもしれない。住民も兵士もオリフレム校もお嬢さんも、これからみんなで手を取り合って町を守り続けていく。だからあなたも見守っていてね。ああ、必ず。One more. I think there's a hunt now available. Let's read that letter. あれを見てると胸がざわざわ。
探してくる。Okay. Can't remember most of them actually. Okay, cable sensor. I don't know why this. It's actually at North Reach. So let's go further. Irasshai! Yasuku shitoku yo! Oh, maybe I should stock up.何をお探しで？ちょうどだね。はい、どうぞ。ちょうどだね。はい、どうぞ。おすすめの品よ。ちょうどだね。どうもね。例の魔物、見なくなったよ。警備に出るなら気をつけて。頼んだぞ。
たな、アンブロシア。しっかり支度しな。何が欲しいんだい？ Dingo didn't use a single one. Yeah. また来ないよ。But, 何か用かい？ Happy to. さあ、見ていきな。持ってきな。ちょうどいただくよ。よくライブ。何を作る？ Oh, yes. Here we go. こいつなら敵なしだ。またな。
Thagpon. I think I've let go of all this now. I think I will just switch them to cold snap, but live for now. Okay, you know what? I might leave it at that. It's getting late, and I'll resume back next time. Until then, good night.